はい、どうも、こんにちは。今回ね、また殺人探偵、ジャック・ザ・リッパー、続きからやっていこうかなと思います。前回は覚えてない。いや、久しぶりすぎて覚えてないわ、正直。正直覚えてない。あれだな、多分この感じ、あれだね。殺人探偵、ジャック・ザ・リッパーの記憶に従って、ジャック・ザ・リッパーの隠れ家に来て、ナイフ見つけた後か。そうだね。ナイフは凶器だ。持つべきじゃない。確かに血あるい護身用の武器を持つべきだ。でも持つべきだよ。本当に。危ないもんだって。武器なかったら。そりゃそうよ。護身用だごから。信用、身を守るためにか。あるある。確かに一理ある。大事だよ。そりゃそうでしょ。探偵っていうの、一般人はいらんよ。一般人、いらなくはないけど、ね、護身って言っちゃったら一般人でも持ってなっちゃうけど、特にね、こういう操作するんだったらなおね、持った方がいいと必要だろう。思う。だが勘違いするなよ。ナイフは便利な道具でもあるが、凶器だ。でもあれだね、ちゃんと、なんかね、連続殺人、いや、殺人犯ってか、切り裂き魔ジャックさ、割りかしまともだよな、意見。勘違いするなら、ナイフは便利な道具でもあるが、凶器だって。お前がそれを人に向けるときには覚悟がいるんだ。相手を殺傷してでも自分の考えを押し通す強い意志がな。なるほどね、そういう思いでやってきたの、お前は。そんな、なんか、無差別にやったわけじゃないんだ、お待っ前ても。くれ。護身用だろ。バカ野郎。相手がお前を殺しに来たらどうする。そうだ。それこそお前の意志で抗うことになるだろう。確かに、守ってその場が終わるってことないからね。そんなうまく相手を気絶させられるならいいけどね。生きたい、死にたくない、立ち向かうんだ。お。相手を害してでもってな。ロビン 行きたいと言え。どんな状況でも相手の好きにはさせるな。そのための護身用さ。まあそうだよね。でも本当になんか、今まで俺別に殺意むき出しの人と対面したことないからわかんないけどさ、確かにそうなったらあれだよな。本当正当防衛っていうか、ね、こっちからもやっぱやることやらないかんよな。だが、お前が身を守ろうとした結果、相手を害したら、すべての責任はまあそうっおすね。前が背負うことになる。まあそうよ。そこんところ、忘れるんじゃねえぜ。忘れないぜ。罪を背負うってことだな。いいだろドクドクやってるよ。う。僕は逃げない。ドクドクなってるよ。大丈夫これ。ドックン。ドックンってなってるよ。あ、真ん中取った。アーサーはナイフの山の中から適当に一本を手に取り、刃を確認する。そいつはなかなかいい趣味じゃねえか。しばらく手入れしてなかった割には、歯も傷んでねえようだ。すごいな。室内のわずかな光を反射してナイフの刃がきらめく。そのギラついた質感に薄ら寒いものを感じた朝はすぐに刃を鞘へと収めた。鞘あんの？ あんの？ナイフって。まあ、あるか。いいね。この適度な重み、安心感。やっぱ護身用の刃物くらい身につけないとな。そうだよな、ね、でもな。記憶上っていうか やばい、今、見切り発車で話してしまったな。アーサーはベルトを落とし、大ぶりナイフを身につける。隠すために背中部分に回したが、その重量を感じているのか、ジャックは弾んだ声を上げた。まあ、ずっと持ってきた相棒だもんな、ジャックにとっては。あ、あの家だ。ただいま。お父さん、お母さん、遅くなってほごら、めんなさい。やっぱあいつじゃん。あいつの家じゃん、あのメリルって。メリルって子、いたよなーって、前回言ったけどさ、やっぱあいつの家じゃん。おい、誰のおかげで食わせてもらってると思ってんだ？ああ、あいつの。自宅に帰ってきたメリルは、厳重にかけられた鍵を外して家の中へと入った。ほら。そういう、このメリルちゃんの、回想を交えたんだ。誰をこの家って言ったけど。部屋の中にいたのは中年の男と女だった。男はメリルの父、ライリー・ローズ。女はその妻であり、メリルの母、キャロル・ローズ。娘であるメリルの姿が目に入った途端、二人は満面の笑みで娘を迎えた。おお、メリル。滑舌大丈夫かな？おかえり、メリル。元気か？父ちゃん、母ちゃん。あんな、二人が動くたびに、金属が床に擦れるような音が部屋の中に響き渡る。え？何？拘束されてんの？だが、メリルはその音に頓着することなく、慣れた様子で台所の方へと歩を進めおた。腹すいたでしょ？今急いでご飯を。待って、メリル。ご飯の前に、やっぱ拘束されてんだ。訴えるような母親の顔に、メリルは何かを思い出したような表情でうなずいた。あ、ああ、
そうね。うん。はい。お父さん、足を出して。やばいな。子供と親が逆転してるぞ、立場が。ああ。あ、ライリーの足がおぞおぞと差し出され、メリルは慣れた手つきで父親に施された包帯を解く。傷口に当てられた布を交換して包帯を巻き直した。怪我の調子はどう？少しは痛みも収まってきた？そっちじゃないよ、多分メリルちゃん、そっちじゃない。明らかにさっきから何かを引きずってる音が聞こえるもん。ああ、そうだな、うん、お前の看護のおかげで少しずつだが良くなっている。メリルちゃん、メリルちゃんも結構パスいのか、もしかして。そう、よかった。うん、また包帯を変えるときには言ってね。結構パスいよなお前。こぼれるような笑顔のメリルは父の処置を母に任せてそのまま台所へと向かった。今夜の夕食の献立はキャベツと人参とベーコンを煮込んだものと蒸したじゃがいも、小さなパン。すげえわかりやすいな。なんか俺でも作れそうだわ。さあどうぞ召し上がれ。まあでもね、味付けが大事だから。作れる作れないじゃんだよ、味付けが大事なんだよ。うん、テーブルセッティングを終えたメリルの言葉に従って床に腰を下ろしていた父と母はぎこちない動作で食卓の椅子に腰をかけた。さあお祈りをしましょう。はい。メリルの両親は一瞬顔を見合わせた後、彼女が言うがままに両手を組んで目を閉じた。主よ、うん、あなたの慈しみに感謝し、うん、この食事をいただきます。いただきます。ここに用意されたものを祝福し、祝福し、私たちの心と体を支える糧としてください。糧としてください、お願いします。主じゃないんだな、主って言うんだな。3人は祈りを終えるとスプーンを手にして食事を始めた。こんなものしか出せなくてごめんなさい。うん、味はどうかしら。大丈夫大丈夫、コンソメスープ使えば大丈夫よ。味の素使えば大丈夫。とても美味しいわよ、うん、メリル、あなたは本当にお料理が上手ね。いやいや、それほどでもないわ。母の言葉にメリルは嬉しそうに頬を染める。そう、うん、本当だったら嬉しいけど。本当だったら嬉しいけど、まあそうだけどね。まあそういうことなんだけど、口に出すとなんかすごいあれだな。仲悪そう。本当だとも、うん、私の看護もよくしてくれて、うん、お前は本当に優しい、よくできた娘だよ。そうか、お父さん結構パスい顔してるけどな、未だに。だから、うん、いい子だからメリル、うん、どうかこの鎖を外してくれなあ。あ、どうした急に。昨日お父さんどうした。だからって言ったけど、うん、ギラギラとした目で娘を見つめるライリーの両足首には黒々とした光を放つ鋼鉄製の足かせがはめられていた、うん、先ほどから響いていた金属音は足かせの鎖部分が床と擦れることで起きていたのだ。まあそうだろうな。おそらくあいつに止められたんだろう。頼むメリル、うん、こんな足かせがついていては、うん、いつまでも傷だって治らないよなあ。もう一回、もうあれじゃない、やっぱお兄ちゃんが絶対権力なんじゃないのこの家では。そして先ほどメリルが包帯を巻き直した父の怪我はそのこの足かせが皮膚に擦れたせいでできたものだった。急にどうしたお前は。トラウマかお前。あ、そういうことか。メリルは目をギラつかせた父の様子に恐怖を感じていた。すっかり怯えた彼女は椅子から降りて後ずさり父から距離を取った。そんな娘の様子に気づくことなくキャロルはまた夫に負けじとばかりに訴えかける。私のもお願い、助けてちょうだいメリル。怖いな、なんか急に人っていうか、まあ人まあゲームだけど、人がこんな急に変わるとやっぱ怖いよな。母キャロルの足にも夫と同じ足かせが不気味な光を放っている。夫婦二人仲良くつながっているとでも言うのか。その鎖が相互に絡み合い、二人が動くたびに鈍い金属音を響かせた。それはいや、お兄ちゃん多分怖いんだと。お兄ちゃんが、メリルは父と母を交互に見ると小さく身を震わせて困ったように頭を抱えた。私だって外してあげたい、うん、でも監視カメラがあるのか。メリルはさらに体を震わせながら首を何度も左右に振った。無理だよ、うん、そんなことをしたらお兄ちゃんが。やっぱりな、ダリルなんて放っておけばいいんだ。あー殺された。はいはいはい、お父さん殺されました今。はい、殺された。監視カメラあるぞそこに。
イラついたように叫んだライリーにメリルはびっくりと肩を震わせた。可愛いメリル、うん、お前が助けてくれれば私は。お父さん、うん、お母さん、ごめんなさい。助けを求めるように母キャロルへと視線を移す。だがメリルの目に飛び込んできたのは唇を小さく震わせながら無理に微笑む母の姿だった。でもこれ怖いよな、父ちゃん母ちゃんがさ足数外した途端にさ急に暴力振るうかもしんないじゃん。なんかそれ考えたら怖いよな。そうよ、うん、お父さんの言う通り、ほら早く鍵を持ってきてこの鎖を外して、うん、お願いよメリル。怖いよね、急に暴力振るうかもしんないからな、そういう恐怖もあるよな。よぉ、お前ら元気かーって来るんじゃないか、そろそろ。お前ら元気かーってやつ来るんじゃないの。鎖につながれている両親の姿に、変わる変わる目をやりながら、メリルは頭を抱えた。狼狽しつつも、メリルは大きく首を左右に何度も振る。やがて、メリルは顔を上げた。その表情には恐怖と諦めが浮かんでいた。ダメだよ。うん。そろそろ時間だもん。はぁ、急に戻った。お兄ちゃんが来るから。またね。感情を失ったんだ、恐怖のあまり。待ってくれメリル、鎖を。お願い、行かないでちょうだいメリル。バーカ、離さねえよお前なんか。ごめんなさい、苦しめよ。ごめんなさい。メリル両親に背を向けると逃げるようにその場から立ち去った。怖いよな、でもお兄ちゃんが絶対権力すぎるとさ、やっぱこうなっちゃうんだもんな。父ちゃん母ちゃんの立場がな。帰宅した朝は上着を脱ぐ時間も惜しいとばかりに事件記事を集めたスクラップブックの中から目当ての数冊を探し出し机の上に並べた。ジャック・ザ・リッパーに関する記事は、あった、まあ、そうだよな、ジャック・ザ・リッパーに関する記事を見ればさ、言ったらもう一人の僕に眠るねえあいつのまああいつもジャックじゃん、ジャックのこともわかるからな。お、いいじゃん、かっこいいじゃん、めっちゃまつげ長いなお前。まつげの量やばくないかお前、そんな量ならないぞまつげって。アーサーはかつて自らが収集したジャック・ザ・リッパー関連の資料を引っ張り出し一文字一文字をなぞるように読み始める。ジャック・ザ・リッパー、うん、かつてロンドンを侵犯させた連続殺人鬼、名前の由来は刃物による斬殺の手法から、切り裂きと呼ばれる彼の犯した無差別殺人はとどまるところを知らず、被害は明らかになっているだけでも数十件に上る。俺もさ今これ見てさ、いやいやあいつあんだけなこと言ってて無差別殺人かよって思ったんだけど、これあれじゃないの、メディアがこう報じてるだけでさ、実際はさなんか何でいい、ほんとジャック・ザ・リッパー的にはなんか気に食わないじゃないけど、ちゃんと罪を犯してるやつだけ殺してんじゃないの。多分これ報道のあれじゃない、違いじゃないの。ジャック・ザ・リッパーによる犠牲者の多くは、うん、政治家、商人、うん、市民団体関係者など、うん、その他貧困にあやぐ不老者をも手にかけており。だってさこのさ今の思ったけど、この政治家、商人、市民団体関係者ってさ、これだってさあれじゃ多分悪い人いるもん、普通に、なんていうの、性格がね。犯罪を犯してるっていうのはそうだけど、なんか犯罪を犯してたりとか、まあ金銭的なね、あとはね性格が悪いとか、まあ、そういうとこがぽくない、なんか政治家、商人、市民団体関係者って、なんか怖いよね。ジャック・ザ・リッパーによる殺人事件は、うん、劇場型犯罪の元祖と呼ばれ、ジャックは必ず自らの犯行現場に署名を残していた。まあまあ本当何回も言うけど、多分これはジャック・ザ・リッパー的には理にかなった抵抗だったんじゃないかなと思うけどね。抵抗っていうか殺人か、報道的にはなんかね一般市民って言われるけど、それは一般市民っていうか自らの名前とフロムヘルの文字である。地獄から犯行現場には金品が手つかずで残されており、金銭目的ではなく、そうだよね、殺人自体に目的を見出す快楽殺人鬼と目されている。絶対あれだよな。絶対悪いやつだけ殺してるよなこのパターン、絶対そうだって。彼が処刑される際には、うん、怒りのあまり自らの手でジャックを殺そうとした市民たちの暴動が勃発、巻き込まれた市民の中に多数の負傷者が。うん、なるほど。そういえばこの資料を集めていたのはベッドの上だったな。お前そんな元気だったの。すごくない？お前、お前その記事が集められる時期のベッドの上ってもうお前もう死にかけじゃないの？大丈夫？
眩しい眩しいな。凄惨な事故当時の記憶が頭によぎり、アーサーは悪夢を振り払うように首を大きく振った。でたらめばっかりだな。絶対そうだよ多分。だって俺らだってさ、芸能人とかさ、まあ、表から見る上ではさ、結構面白いなとか、何性格いいなって思うかもしんないけどね、芸能界の裏ではどうなってるか分かんないからね。裏ではそれを知ってるのはジャックズね、それ知ってるのは俺らじゃないからね。アーサーが広げた資料に目を落としながら、ジャックは真面目な顔でつぶやいた。そうなのか。滑舌が心配だな少しでも相手の情報を引き出そうとするアーサーは問いかけ、対するジャックは口の端を上げる。なんで興味津々じゃねえか。うん、俺のことを思いっきり疑ってる割によ。まあ一緒にいる以上はね、一緒にいる以上はまあいいことも悪いことも知らないといけないでしょう。それは本当にこの男がジャック・ザ・リッパーだとしたら、うん、なぜ殺したのかについての答えがあるはずだ。いやもう答えも何もお前、さっきナイフをいただく際にこいつ言ってたじゃん、なんかね、割とまともなこと言ってたから、そっから察しろよ。僕には知り得ない答え、うん、それがあるとすればこいつは本物なのかもしれない。まあいい、うん、こいつは全く取材が足りてねえ。そう新聞ってのは当てにしない方がいいぜ、うん、権力者の出したい情報しか出さないからな。そういうことよ、結局力があるものが牛耳ってんだよこの世界っていうのは。報道っていうかメディアとかも、まああくまで知らないけどね、実際は知らないけど、なんかそういう気がするよね。やっぱメディアもそうだし、ニュースとかも、まあ、警察の動きとかもさ、結局金があるもの、権力があるものがなんとか免れるとか、うまい思いをするっていう気はするよね。本当か知らんけどね。それになんだこりゃ、うん、ジャック・ザ・リッパーの正体は猿高貴な御人。ジャック・ザ・リッパーは女性である可能性。まあてか、まあ同時にこういうゲームのあれだもんねゲームに使われてるからね、ジャック・ザ・リッパー。確かジャック・ザ・リッパーって実際にいるでしょ確かそれだってゲームに使われるぐらいだから、遊ばれてるよお前憶測もここまで的外れだと笑えるな、うん、これじゃあまるで大衆向けの娯楽雑誌じゃねえか。すごい、てかお前全然見つかってなかったんだな。じゃあすごくないか。新聞は報道の中立性として事実のみを伝えるべきだぜ。そうだこんなものをご体操に切り張りするなんざ無駄。ほんとそうだよな。だそういうことよ、中立だから。我々市民に間違った情報しか来てないんだからね。あの人悪くなかったんだなって思わされてる時点で負けだもんな。怖いよな、そう考えると。むしろ俺のことを聞き出して本にすれば売れるんじゃないか。うん、ジャック・ザ・リッパーの亡霊と対話が可能な霊能探偵確かに売れそう。彼が明かすジャック・ザ・リッパーの真実、めちゃくちゃ売れそうだってお前新聞でこれだけ騒がれる殺人鬼よ、めちゃくちゃ売れそういいね、実にうさんくさい。心霊主義者にはバカ受けするに違いねえ。まあね、どこか惹かれるものがあったのか、それともただアーサーをからかっているだけなのか、ジャック・ザ・リッパーを名乗る男はにんまりと笑みを浮かべた。待て、話をそらすな、うん、確かに正体は憶測ばかりだが、事実殺人は行われてる。まあ殺人の対象だよな。殺しは長年で、うん、その対象は多岐にわたっている、うん、犠牲者は地位も役職も性別もバラバラ、無差別殺人という意見もある。これはどういうことだ。だから悪いやつだけやってんでしょ多分、うん、お前さんにはピンとこないだろうが、うん、殺人ってのは殺す側にも殺される側にもそれなりの理由があるのさ。まあまあ基本的にはね、殺す理由に殺される理由そんなハテナになるか。そうさ、うん、誰でも殺せればいいなんて無差別殺人犯は無計画に事件を起こしてすぐ捕まる、うん、まあまあそうだと思うよ、実際はそうだと思う。実際あれじゃん、急に池袋とかで池袋かな、わかんないけどあるじゃん、たまになんかねえ3人なんか刺してすぐ捕まるパターンあるやん。なんかでもそういうことなんだよ普通多分。俺には目的がある、その達成のために殺していた。ちゃんと計画練ってんだよ多分こいつは。目的、うん、一体でも
こいつの人柄からちょっとわかるだろう。さてな、うん、推理してみろよ、探偵。大体分かったけどな、俺は。なんだと、うん、理由があるんだろう、どう考えても、うん、扉。シャーロット・ピースレイ、ただいま戻りました。おかえり。バカ、何おかえりって。そういえば監視されてるんだった。てか BGM あれだな、陽気だな、なんかパープロクみたいな。この府警にはなんて言ってやったらいいかね。パープロク、こんなおしゃれじゃないな。お前さんに明暗はあるか。なんて言ったらいい、なんすか。少なくともお帰りじゃないことは確か。あ、やばい。ごめん、俺真っ先にお帰りって言っちゃったけど、やっぱねえ、ただいまってやったらやっぱお帰りしかないでしょ。違いね。え、俺だけ。どうも刑事さん。うん、連中の方はもう片付いたんですか。まあ片付いたから来たんじゃないの。はい、連中常習犯だったそうで、うん、頻繁に酒に酔っては軽微な犯罪を繰り返していたそうです。うん、これからじっくりと罪を償ってもらいます。酒って怖いよな、ほんと気をつけてね。あの子メリルは。メリルは逃げました、帰りましたね。彼女は家に帰しました。うん、実際の被害はなかったみたいですし、本人も帰りたがっていたので。まあ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 、そうか、それは良かった。よくはありません。うん、白昼堂々酒に酔って女性へ暴行を働くなどもってのほかです。よりにもって昼だもんな。厄介すぎなる、昼に酒に酔ってって。おっと、すみません、うん、つい。まあまあいいよ。先ほどは犯人の確保に協力していただいてありがとうございました。どうも。いえ、絡まれてた女性を助けるくらい当然です。やば、まあ、紳士だな。ところで今からまた監視を再開するんですか。こんな時間から、もう夜だよ外。はい、そのつもりですが、どうかされましたか。もう一回お前も帰れば。いや、お前も一回帰ろうぜ。いつまでお前制服でいんの、疲れんの。アーサーは頭を抱えた。彼女は現状の問題点に気がついていないのか、わざとなのかは不明だが、指摘した方がいいと判断した。今はもう夜で、うん、何もなければ僕は眠るところなんですが。そうですね、うん、通常の人であれば就寝する時間だと思います。まあまあまあ、あなたはどうするつもりなんです。まあ実際そうだもんな、このアーサー兼ジャック・ザ・リッパーがあの警察に捕まった瞬間も夜だったからね。まあしゃあないっちゃしゃあないわな。先ほど申し上げた通り、あなたの監視を継続します。待ってください。まさかとは思いますが、このままここに泊まるなんて言い出すつもりではありませんよね。食事は出さないからな。食ってこいお前、外食してこい外で。シャーロットはロンドン市警の警察官であり女性だ。そしてアーサーは当然ながら男性である。いくら事件の捜査のためといったところで、親族でもなければ恋人の関係でもない男女2人が同じ屋根の下で泊まるというのは社会通念上問題外だった。いや別にテラスハウスじゃん。テラスハウスでいいじゃん、テラスハウスで。アーサーはシャーロットの性格上、それでもここにいると言い出さないかと不安がっていた。まあ言うだろう、バカだもん。しかしシャーロットの方もこのような事態は想定済みだったようで、苦笑いを浮かべながらやんわりと否定した。それはさすがに、うん、ただあなたが出入りしたらすぐに分かるように、うん、玄関先で寝させてもらいます。なるほど。アーサーはほっと胸をなで下ろした。しかし反対に彼女の言葉が引っかかった。玄関先、つまり外で寝ると言っていたからだ。まあそれは確かに困るよ、心配だよな。正気ですか。うん、まだ冬ではないとはいえ夜は冷えると思いますよ。かわいそうだもん普通に。問題ありません。うん、夜に出歩くこともあるかと思い着込んできましたから。バカか、なめんなよお前、着込んでくるぐらいで。冬をなめるな夜を。シャーロットの服装は防寒を連行する前と変わっていないように見えたが、おそらく中に着込んでいるという意味なのだろう。まあテントぐらい買ってくればいいじゃん。というかこの辺りの空き家を借りればいいでしょう。うん、ちょうどすぐそばの家が空いてるはずですよ。確かそれはいいね。いえ、それでは万一私が眠ったままあなたが外出してしまった場合に、まあまあまあ、あなたの監視ができなくなってしまいます。まあ確かにね。その点玄関先であればあなたが出ようとすれば私も起きることになります。開いた扉にぶつかって目が覚めますからね。バカなのかこいつは。かわいそうになってきたわ。どうやらシャーロットは利便性よりもより確実にアーサーを監視できる方法を選んだようだ。まったく、うん、よくそこまでできますね。当然です。うん、いつでも悪を追い捕まえて裁きの場に引き出すのがロンドン市警の仕事ですから。うん、まあまあ頑張ってくださいよ。胸を張って答えるシャーロットにアーサーは小さく肩をすくめた。この不敬、仕事中毒だぜ。
うん、働くのが楽しくて仕方がないか、暇すぎて暇すぎてしょうがねえやつだろう。まあそうだろうな。自分が事件捜査しなくていい、いいっていうか、なんていうの、仕事があんまり来ないからやってるとしか思えんわな。しかなしジャックもまた呆れたように肩をすくめる。その弁には同意しつつ、アーサーには気になる点があった。警察の仕事ってそれは少し違うんじゃないですか。そもそもロンドン市警の成り立ちは自警団が元になっているはずです。ほう。悪を捕まえるというより、うん、市民の生活と安全を守るための組織だったはずでしょう。まあそう捉えた方が普通だよ。普通市民と生活と安全を守る上で出てきた悪を捕まえるってことだよな、普通。それはすみません。うん、あ、ごめんなさい、言い方が悪かったですね。あ、そっか。おっしゃる通り、ロンドン市警の役目は市民を守ることです。そこだね。シャーロットは姿勢を正すと殊勝な顔でアーサーを見据えた。だから私たちは拳銃を携帯しません。うん、市民を守るための組織として威嚇や殺傷の道具や過剰な武力は持たないという考えであるからです。やばい、ナイフ持ってんだけど俺。私はその責務に誇りを持っています。うん、なので先ほど語った心構えはそんな自分の心情なんです。どうしようかな、これで一旦切ろうかな。多分これ時間がねまあまあいっちゃってるから、これじゃあこれで切るわ。うん、じゃあ私だ。